ジャッカルです。今まで有名アーティストの YouTube の動画に俺が作った曲の方がいいってコメントを残して去っていくことが多々あるんですけど、今までね、誰だろう、ずと前をヨルシカはあったかな、ちょっとわかんない。新生かまってちゃんとね、ナトリ、メゾンデ、あと誰だろう、バウンディはないかな、メゾンデ、あと岡崎体育、もういろんなところでコメントしすぎて忘れたんだけどそういう人たちの動画に俺が作った曲の方がいいってコメントを残して去っていったんですけど、それの目的というか本質っていうのは、まあ今まで挙げたアーティストの中で自分が私が作った曲の方がいいなって思うことってあんまりなくて、まああくまで営業セールスのつもりでやってる、そのアーティストのファンを煽って挑発して、で自分のチャンネルに来てくれたらいいかなっていう思ってるだけで、まあ実際本当に自分が作った動画自分が作った曲の方がいいなって思うことはまあ少ないけどあるんだけど、少ないけどある。してで、まあそのコメントを見て、で自分のチャンネルに来て動画を見てくれたら俺の勝ちだということで、まあそのコメントを見て見に来た人たちもいるかもしれない、チャンネル登録はさすがにないだろうけど、そのコメントで挑発されて見に来た時点で君たちの負けなんだよっていうお話です、ね、最後に自分が作った曲を弾いて終わろうかな。タバコ、牛丼、労働、なぜ好きなものを我慢するのか、どうせこのまま生き続けても僕らに未来なんてないのに、いじめ、迫害、増税、老害、僕らは隅に追いやられてるから、今こそやってやろう、世間様がムッとするようなこと、柏で一人、小田急乗り継ぎ、秋葉で七人、
柏で一人小田急乗り継ぎ